おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回のゲームですけども、いよいよやってきましたね。そう、こちらプレイステーションの伝説のバカゲー、ノットトレジャーハンターですね。まあこのゲーム、いろんな噂がありますけれども、まあ私もね、まあちょっとだけ動画は見たりはしたんですけども、あえてね、そんなに詳しいとこまでは見ずにね、今回やっておりますんで、まあどうなるか楽しみですね。それでは行きましょう、スタート。その日届いた手紙の中に一通だけ宛名のないものが紛れ込んでいた。これが主人公かな。封の開いているその古びた手紙には、古代文明の遺産が眠るという神秘の洞窟の場所が書かれていた。その情報をもとに調査したところ、そこに地元民から得体の知れない怪物の住処として恐れられている洞窟があるようだ。それが手紙に書かれている神秘の洞窟かもしれない。私は迷い込んだ手紙に操られるように神秘の洞窟に向かった。っていうか、主人公の見た目がさ、どう見ても逆襲のシャアの時のシャアアズナブル総帥なんだけどこれ絶対意識してるなって気がするっていうことを考えていたら、私はジェームズ・アークライト。古代文明に興味を持ち、その謎を解くためにさまざまな遺跡を旅している。声が池田秀一さん。世の中には遺跡や古い墓を漁っては貴重な古代の宝を持ち帰り、それで金儲けをしている者がいる。そんな学術的な価値を無視するトレジャーハンターと同じに見られるが、私の目的は純粋に古代の神秘の探求にある。間違わないでほしい。なるほどね。だからノットトレジャーハンターっていうことなんだねそれが目的じゃないよっていう、ちょっと中学生の英語みたいな感じだけど。さあ、始まりましたね。まあなんかこの頃の時代のポリゴンって感じだね。っていうかね、これちょっと操作がね、今やってちょっとびっくりしたっていうのも、これね、前に進むのが上ボタンで進むんですよ。だからこの今左に行くときって、ここで左を押すと、だってぐるぐる同じところを曲がるんだね。めっちゃちょっとね、難しい。だから、あ、ちょっとこれ、しかも走り方が足をバタバタさせるっていう。だからこう上、前に来たいときはこうやってね、こうやって走る。あー、いや、間違えたちょっとこれ操作慣れないときついぞ、これ。なかなか。さあ、それではね、気を取り直して、いきましょうあれから何回かちょっと死んでもうたけど、これね、こういうときって普通に一回こう、こうぐるーっとこうね、ボタンを押して、なんか安全に行くのがいいんだなっていうのがちょっと分かった。怖い走り方がすごいよね。あ、ここあれなんだね、岩じゃなくてドアなんだね。ちょっと入ってみましょうか。あ、誰かいる。あ、そっちが気になるのねさっき人の方が気になると思うけど。お、ナイフを取った。紙を取った。この洞窟には実体のない魔物が住んでいる。魔物を起こしてはならない。そうなんだ。あ、人がいない、消えてる。何、急にホラーゲームみたいになった。っていうかね、今なんかアイテムを取ったね。あ、これか。これでナイフを使うと、これじゃないか。あ、ナイフをこれで装備するんだね。で、あ、なるほど、 L と R で攻撃か。とりあえずちょっとここ何にもなさそうなんで、アイテムを手に入れただけっぽいので。怖いわーこういう狭いところはさ、気をつけて歩かないと。うわ、びっくりしたびっくりした
音でかいわめっちゃびっくりした。なるほど、ここでナイフが大活躍するのか。子供があっち行けあっち行けって言ってるみたいだけど、めっちゃびっくりさすのわこいつ。そもそも冒険に来てんのになんでスーツなんこの人なんでこうあれ戻ってきてないのかこれ、違う場所か、なんかあるね。壁のボタンを押す、押さない、まあ押すよね。いや何今の音インターホンやん単なるピンポン鳴らしたみたいな感じやん。じゃあ先に行きましょう。ここはあれあれなんかこれ戻ってきてない、気のせいかな走り方がすごいなやっぱり。あ戻ってきてるよねこれ、ほらやっぱ開いてるもん。あ危ない、怖い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 、ここほんま危ないわ。お前は無限地獄の入り口に立った。ほう、誰だ、どこに、すぐそばにいる。私はこの洞窟の番人、財宝を狙う者を待つ。そうなんや。私はこれからお前の命をいただく。しかし命を体から取り出すのは簡単なことではない。めっちゃようしゃべんな。精神力が弱っていないと命を取り出すことはできないんだ。なるほどね。そこで私はこの洞窟を作った。無限につながる洞窟をね。あ、繰り返しちゃうんだこれ。霧のない洞窟を歩いているうちに人は諦めの気持ちになる。絶望した心には隙ができる。私はその瞬間に命を体から切り離す。どんだけ丁寧に説明してくれんのどうやら貴様が魔物のようだな。姿を見せてもらおうか。それはできない。そりゃそうだよね。私の謎が解けない限りこの無限地獄からは脱出できない。お前には無理だ。どうしたらいいんだろうこれ。こいつさっきここに人がいたよね、この奥の方に。歩きにくいなこれ。この辺に人がいたよね。何今の。髪をナイフで。どうやら切り抜けたようだな。なんで切り抜けたの。私は現れた黄金の小箱をイギリスに持ち帰ります。何もしてないのに俺。また一つ古代文明の元に、元の場所に戻したらさあ倒したってことなのか。次の冒険が私を呼んでいる。いや俺何にもやってないんだけど。やったそうなんだ。うわエンディング始まったエンディング始まっちゃったよあ、終わりなんだこれで。たださ、全然なんかこの名場面がいろいろ映し出されるけど知らない場面しか出てこないんだけど何にもどうしよう、何一つ懐かしくない。これ誰、さっきの子もこの子もなんかバーチャーファイターのサラみたいな。いやこれなんだろうこの場面、こんな素敵な場面なかったって。めっちゃ女の子出るやんこのゲーム。え、何この冒険してる感じ。俺洞窟一周回っただけなんだけど、あこいつ知ってる、めっちゃびっくりしたやつやっていうか声池田さんだけじゃなくて塩沢さんまで出てるんだけど、めちゃめちゃ豪華やん。その下から全然知らない声優さんだけどさ。いやなんか骸骨みたいなのも出てるし、これはあれだな、ちょっと謎の多いゲームだな
いやまあ大体なんとなくは分かるよ、そのマルチエンドなんだろうなっていうことはね、それぐらいは。にしてもだよ、にしてもちょっと極端じゃないか。いくらなんでも。あ、すごい大きな球が転がってくる。え、こんな場面もあるんだ、ちょっと気になるな。顔ちょっと長い。このシャア少佐。なんだこのシャアは、顔がしゃくれているぞ。ちぃ、シャアめ、一体いつになったらしゃくれが戻るんだ。さあということで、ちょっと他のエンディングとかも見てみましょうかね。調べてみたらエンディングの数が全部で57個もあるらしいですね。まあさすがにちょっとそれは多すぎだろうとは思うんですけども、まあ3回ぐらいにわたってね、1回目と2回目はまあ自由にやって、で3回目はね、でも皆さんのコメントなんかを参考にしながら、まあ、攻略サイトを見たりして、まあいわゆるグッドエンドっていうのをね目指していこうかなと思います。さあ2回目のプレイですね。これちょっとね気になったのが、これループ先してましたけども、これ最初にこの戻ったらどうなるんだろうね。ここ私は神秘の洞窟を出た。あ、普通に出るんだ、なるほどね。あ、これでエンディング。それもすごいな。あ、なんか矢が刺さった、トカゲみたいなやつになんか撃たれた。死んだ。なるほど、これはね分かりやすいバッドエンドだ。さあもういよいよ持って、ちょっとよく分からなくなってきたんだけど、このゲームが。最初はこんだけか使えるのが。なんか壁とかさ、こうあるのかな、なんかこういろんな通路とか。さっきさ、トカゲみたいなやつがいたっていうのが気になるんだよね。あれなんだろう。あ、来た、なんか、あ、さっきのやつだ。やっぱ近くにいたんだね。どこだどこだ、どこにいるあいつ。あ、来た、向かってきてる。怖え、勝てるかな。あ、もしかしてめっちゃ弱いこいつ。めっちゃ弱い。え、こらへん英国紳士パンチ。すげえ弱かった、ちょっとビビったけど何にも怖くなかった。そして操作がちょっと上手くなってるっていうね。やっぱここしかないよねこれ。あ、さっきとなんか違うぞ、ナイフがなくなってる。昔のトレジャーハンターのミイラか。あ、おお、サウンドノベルみたいに選択肢が出た。無念の死を遂げた者に祈りを捧げる。洞窟者には祈りは不要、自業自得だ。私には関係なくて何の感情も起こらない。これも寂しいな、まあ、最初なんで、最初の選択肢なんでね、やっぱりこうちょっと優しくいこう。かわいそうに何もないか、特にナイフも手に入らないんだね、この感じだと。まあナイフがなくても大丈夫そうな感じだけどさ。怖いわーこれ。そう、操作がさ、崖の近くだとちょっとドキドキする。これどうなんだろうね、さっきと違う展開だけど、壁のボタンを押す。相変わらず。あれだな、
派手なインターホンだな。さあ、さっきはループしたけど、あ、新しいとこに来た。お、すごい。お、なんか進んだって感じするね。どっち行こうか。とりあえずこっち側から。走り方が本当にこのあれ、行き止まり？これ水どうなんの？ダメ？溺れる？あー、あ、死ぬんだ。やっぱり泳げないんだこの人。さあ、先ほどとね、同じ場面まで戻ってきましたね。では次はさっきと逆の方向に進んでいきましょう。さあ、何があるのか。あ、なんかグーニーズみたい。これ海賊船じゃない？さっきの展開と大違いなんだけど。じゃあここちょっと入っていきましょうか。あ、なんかものすごいゲームらしくなってきた。ゲームなんだけど。ここに入ればいいのかな。ここ以外ないよね。だってなんもないよね。まだすることがある。あ、これさっき手に入れた宝だ。わしのものだ。いや、なんか出てきた。冷静だな。ゴールドだな。なぜまだ生きてる。これはエレノアか。で、出たー。これちょっと気になるけど、とりあえずはこれでいくか。ゴールドだな。なぜまだ生きている。箱から出た光に部下たちは見なやられたが、苦労して手に入れた宝、わしは死ねん。わしはこの宝を誰にも渡さん。めっちゃハキハキ喋るな。わしのエレノアだ。私はせん。なんでずっこけたん急に。サーベルを取り反撃、死んだふりをする。じゃあサーベルを取って反撃するか。貴族内にエレノアは必要ない。私がもらい受けよう。アムロとシャーみたいな。私の同志になれ。どうしたと、シャーメン。何が起きんの。エレノアを取った。倒したの。あ、倒したんだ。え、今のって倒したんだ。倒したんだ。で、これを出たらいいのかな。てか海賊船めちゃくちゃちっちゃかったな。これ取っただけじゃダメなんだね。しかも行き死と違う道を取って、あ、さっきのトカゲだ。急いで女性を助ける。今助ける。弱っ。ありがとうございます。弱っ。どうしてこんな危険なところに。薬草狩りをしていたんですけど、何かが穴に落ちちゃって、そしたら水の中からさっきのトカゲが。無理やりだなおい。私はリサ、この洞窟の出口までご一緒してもいいですか。か弱き女性を守るのが紳士の務め。このような危険な場所に極人を置き去りにするなど紳士の名。二人とも洞窟でこんな格好してんだ。ご一緒いたしましょう。ありがとう。
こっちでいいのかな、出口は。出口だわ。そうなの。やった出口。なになに、どうしたの。一体リサに何が。お前何があったん一体。何何、私は急いで洞窟を抜けた。そこにはめっちゃ溜めるな。待っていたぞ。あ、この声塩沢さんだ。ご苦労だったな。知らないキャラがどんどん出てくる。この女と交換。あれやん、怪人出てくる黒服やんこれ。帝愛グループや。人のものを横取りしようとは育ちの悪さがうかがえるな、カルミス。あ、知り合いかい。何とでも言ってくれて結構。助けて。声が、この二人がうますぎるから。女の子が素直にエレノを渡す。君と交換にエレノを渡すな、一か八か逃げる。まあ、ここはじゃあ素直にエレノを渡そうか。仕方がない、その娘には関係ない、話してやってくれ。まあまあこれはしょうがないよね、まあ、若干展開についていけてないけど。かわいそうだ、死んでも。そうな、約束、リサだけでも助けてやってくれ。覚悟を決める。なんだ、一か八か逃げる。リサだけでも助けてやってくれ。リサだけでも助けてやってくれ。いいだ。あ、逃げちゃった。さあ死んでもらうか。各海に飛び込む。じゃあここで海に飛び込むか。ジェームズは泳ぎは苦手なはず。そうだよね、さっき溺れたもんね。あ、普通に生きてた。すげえ急展開だな。エレノアはカルミスに奪われ、体はボロボロ。どうやらしばらくリサの家に厄介になりそうだ。そうなの？お宝は？終わり？そうなんだ。しばらくリサの家に厄介になるというエンディングか。あ、普通にこれでちゃんとエンディングになるんだ。これ展開がさ、ちょっと細かい選択肢がたくさんあったから、あれで分岐いろいろ見てみようか。ここはそんな変わらないか。わしのエレノアだ。私はせん。じゃああえてこの死んだふりをしてみましょうかね。今ちょっと動いたよ、死んだふりしたけど。ああ、ここでサーベル切りつけるってあるけど、多分展開一緒になりそうだから、まだ死んだふりを。うわー、そらそうだわ、そらそうなるわ。だよね。私のものだ。これ完全に逃げ腰になったらどうなるんだろう。出た。箱の罠で死んだ部下たちのように。池田さんでこの展開はちょっとね、すげえ違和感感じる。お前もここで死体になれ。宝は死体に囲まれてこそ価値がある。助けてくださいっていう。助けてください。ここの番人になるというのなら助けてやる。わかりました、何でも言うことを聞きます。わかりました、何でも言うことを聞きます。いや、情けないこと言ってんのに声が凛々しいわ。ここを守っておけ。ただし死者となってだ。うわー。まあそうなるよね、確かに。そりゃそうなるよね。さあ、
それではね、さっきとちょっと違う選択肢、まあ下道のような展開をちょっと見ていきましょうか。ご苦労だったな。さ、秘宝を渡してもらおうか。池田さんと塩澤さんの共演ってすごいね。まあガンダムでもあったっちゃあったけど、そんな絡みないしな。人のものを横取りしようとは育ちの悪さがうかがえるな、カルミス。何とでも言ってくれて結構。助けて。この子かわいそうに無関係だもんね。素直にエレノを渡す。君と交換にエレノを渡す。まあこれにするか。君と交換にエレノアは渡せないな。下道だ。ひどい。この女はどうなってもいいんだな。さあどうしようか。助けて、お願い。めっちゃ頼んでくる。お芝居はそれまで。お芝居はそれまでだ。お芝居はそれまでだ。そうなの、お芝居なの。何を寝ぼけている。さあエレノアを渡せ。そうなの。え、どっちなの。リサ、君はカルミスの仲間ではないのか。そんな勘違いなんか。勘違いかよ、おい。エレノア持ち、一か八か逃げる。何、そういう展開になるのかなと思ったら、単なる勘違いだった。しかも逃げる。最低。あの女の子もちょっと呆れたような顔してたな、これ。助けて。さあそれじゃあね、またさっきと違う感じにしようかと、まあ、ここはまず素直にエレノアを渡すだよね、これはやっぱり。仕方がない、その娘には関係ない。話してやってくれ。この次にどうするかだ。かわいそうだ、死んでもらう。でさっきはエレノアを助けてくれってやったけど、多分逃げるは殺されるんだよ。だから覚悟を決めよう。相変わらず汚い手口だな。寝言は天国でいいな。何この音。自信かよ。しかもなんで通るの。どうやら形勢逆転のようだな。すごい超展開だね。この辺りは地震が多いようだ。運が悪かったな。くそ、そんなこと初めて聞いたわ。覚えていろ。しかもちょっとなんか買い物行ってくるみたいな感じでどっか行っちゃった。私はエレノアをイギリスに持ち帰った。いや持ち帰ったって。古代文明の未知の部分が明らかになるだろう。さあ最後さ、次なる冒険が私を呼んでいる。それでいいの本当に。すげえ強引な感じがしたけど。さあということでございましてですね、まあ今回はここで終わっておこうかなと思います。まあ次回はまたちょっと違った展開、まだまだなんかね、このエンディングの画面を見る感じでは全然知らない、見てない場面があるみたいなんでね、まあその辺のルートをちょっと解き明かしてやっていこうかと思いますんで、まあ、よかったら楽しみにしていただけるとありがたいなと思います。すごいね、これどういう展開なんだろうね。美女2人に取り合いされてるのかな。ということでございましてですね、今回ここまで見ていただきましてありがとうございました。またよかったら次回も見てください。ここまでは私バッケンがお送りいたしました。ではではバイバーイ。